アムロ風実況、ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。2017年 7.09、 ガンダムオンライン歴史に残る大戦争、エテポンゲ VS 北の FX。 君たちが歴史の目撃者となる。いやあ、あのですね、本日、あのニック機北の FX と、戦争します。ちょっとその説明をね、まず、させていただきます。ですね、ルールとしましては、ガンダムを、使用し、局地戦において対マンでやり合うと。簡単なルールです。死ぬか生きるかね、最後までね立ってた方の勝ち。まあ通常通りね、局地ルール、局地ルールを、一人で行うというやつです。もう単純明快ですね。なのでね、招待のね、メンバーは、安全地帯に移動してね、そこで、待機しといてもらいます。2週間前ぐらいからね、自主練やってますんで、この D 角をいかに使うかだよね。連打しちゃうとさ、手前で止まっちゃうんだよね。だから連打しないようにね、シュッシュッと、シュッシュッと。もう完全今ので北の真っ二つだわ。北の切れたわ今ので。シュッシュッシュッ、改良。ああ、改良の方がいいかもね。わざわざ D 角にする必要、いやけどそこはね、絵で見せていきたいタイプだから、絵では振り方を見せていきたいタイプ。 D 角を決めよう。なんなんそのマーク2の偽物みたいなやつ。バーザム返す。縦マーク2やんそれ。マーク2 の、 量産目的の機体やなかったですかね。で、まあ、ガンダムと同じビームライフル、持ち替えなしのマナパーム。完全にガンダムの上位互換なんですよ、これ。このラインで、ダッシュ格闘。はい。ガンダムの方が優秀だね、やっぱり。まあ、優秀です。自主練とイメージトレーニング。もう完璧です。今のところね、もう頭の中で、まあ、800戦はしたんですが、800戦はして、負けたのは、5戦だけですね。はい。だから795勝、5敗。今、シミュレーションした結果、そうなりました。まあ、なのでね、まあ負けないと思います。普通にね、デポンゲが勝って、まあそうなるわな、やっぱそう なるんだなっていう風なオチになると思います。なんかあんま面白くないけれども、なのでね、ぜひともね、もしね、エテポンゲが勝った際にはね、ツイッター、または SNS などで、エテポンゲ VS 北のエテポンゲの大勝利というふうにね、つぶやきなりね、SNS でね、どんどん、公開していきましょう。万が一、エテポンゲが負けるようなことがあればね、もう何もなかった、何もなかったかのように、いつも通りの生活をしましょう。決して騒ぎ立てることはしないように。やっぱり FX だったな、みたいな。そういったね、騒ぎ立てないようにお願いします。では北の FX、 お前汚い手しか使えない、お前はもうパワー負けしている、マジ
せこい手だけは使うなよ。フェアに行こうな。あの、ずるい、ずるいことはなしだからな。本当になんか、味方、招待員、北のキッズ全員出動するみたいな、そんなのしだしたら、もう本当の戦争、本当のマジの、いや、マジの戦争なんだけど、今回も。本当の、マジで、それこそリアルファイトだからな、それは。それは、北のキッズ含め、北の FX、一人ずつ消していくことになる。もう場所は選ばない。戦う場所と相手は選ばないことにする。両団だけはね。マジでだから本当に汚い手はなしな。なんかずる？ずるはなし、なしだからな。まあそこら辺は真摯にね。うん。まあガンダムオンラインっていうのは真摯なゲームなんで。うん。まあそこら辺はお互いにね、お互いに理解していると思いますので、清く正しく戦いましょう。いきまーす。覚悟しろ、エテポンギュ。あ？ぶっ潰してやるから。やってっかんな。
ばい。じゃあ耐久作戦や、こっから耐久作戦。しゃかった。
雑魚いいわ、雑魚いいわ。いいわ。いや、あれはジャベリン当てたから俺の勝ち。ビームジャベリンだから、ガンダムマスターはエテポンゲにあげる。プロトタイプガンダムマスターが来たのに。あ、それいいね。あ、それいいね。なかなかいい案出してくるやん。さあ、ここら辺で手を打って差し上げましょう。あ、そうしてくれる？という感じで。うん。けど見た？ちょっと。見てた？エテの実力。強っ。エテ軍団にの参加に、フランチャイズで入ります。エテフランチャイズ。のれん負け。そう、のれん負け。のれん負けで。雇われ店長。ちゃんと届けよ。じゃあ、エフレンの北野のキャラクターを、うん、マジフィンファンデルに、うん、入って、舞台ポイント稼ぐんで、許してください、うん、いいでしょう。エテの舞台でキリキリ働きます。いいでしょう。まあ、最低1万ポイント。うん、1万ポイント返すまで舞台から、うん、まあ、うん、出れない、話もらえない、うん、もう1万ポイントいけるよね。わかりました、うん、あ、期限とかないから、うん、はい。でかい口叩いてすいませんでした。やった、嬉しい。普通にこんなに嬉しいことはない。